北川隆一郎です。今回はですね、過去のですね、ドル円相場、年末にかけてどうなってるかということでね、お話しさせていただきます。これはですね、まあ、直近のところがね、表示されている日足ですけどね、まあ、これ、ドルがね、こういい感じで上がってますよね。本当にちょっとね、上がりすぎというような感じですよね。1日に1円ぐらい動いてしまいますからね、大変な動きですよね。ですから最近、そうですね、11月に入ってから特にですね、こう窓を開けて、ドルが上がったっていうようなこともございましたね。ですけど、まあ、まだ11月始まったばかりということから考えますとね、11、12と見た場合、過去のデータではどうなってるかということですね。そうしますとですね、月足で見てみたいですね。まあ本当に、そうですね。年末は、だからドルがね、去年も高くなってますよね。今年も、まだ年末はね、来てませんけれども、今年もまあ、それらしい動きにはなってますけどね。昨年もですね、年末にかけてポンポンと上がって、その前もそうですよね。ドルがこう、ポンポンと上がって。ということは、まあ円が下がったと。いうことですがね、それまではですね、これ、年末もちょっと上がりませんよね。ドルが下がってると、円が上がってるということになるんですけどね、この年もね、そうですね、11年もそうですし、10年もそうですし、まあ、ここはね、わずかに9年ですか、はまあ年末ね、ドルが頑張って上がってるという感じですがね、その前は、これも下がってますよね。サブプライムローンバブルが弾けたところですよね。こちらもそうですね。年末にかけて、まあ、厳しいというようなことですね。7年のところの、ね、夏がピークでしたからね。ですから、年末にかけてはね、本当に1年、2年、3年、あ、ここはちょっとね、上がりましたけどね、3年、4年。5年ぐらいね、まあ、あまり良くなかったと。ここはただ上がってますよね。5回のうち1回はね、上がったということもありますがね、その後はもう年末はね、結構強いということですよね。それで、サブプライムローンバブルが弾ける前はどうだったかというと、まあ、まあまあですかね、ちょっとこう、これ11月下げて12月は上がってると。あと、ここは、よくないですね。11と上がったけど、年末がこれ失速ですね。これ1月、12月ですね。なってますしね。その前もちょっと軟調ですか、ここのところね。軟調という感じで、まあ、年末だから強いとかね、ことはちょっとドルについてはね、まあ、言えそうもありませんね。強い方が多いと思いますけどね、こうやってね、ここもそうですしね、ここもそうですか。でもね、こう触ってるところも結構多いですからね。ここ数年は、まあ、年末にかけてね、ドルは強いと、まあ、円が弱いということですけどね、我々にとってはもうドルが強くてね、円が弱いって言いますかね、そうなってくれれば東京市場は、まあ、よく上がってくれますのでね、そちらが望みということになりますね。投資する立場からですよ。でね、まあ今年はこういうふうにですね、窓が開いて上がってるということが起こりましたのでね、そこからまたボンボンというふうにはちょっと行きにくいかと思いますけども、まあ、ドルがね、引き続き強く動いてくれるんではないでしょうかというところですね。以上、北浜のカブリッジ放送局でした。